セント・デイビッツ主教宮殿の中庭と東区画セント・デイビッツ主教宮殿は、ペンブルックシャーのセント・デイビッツにおいて、ウェールズの最も重要な教会堂の一つである、聖デイビッド大聖堂に隣接した中世の宮殿の遺構である。この地の歴史は6世紀に遡るが、今日の建築物は大部分が13世紀末から14世紀頃のものである。 宮殿は、ウェールズ政府の歴史環境事業であるカドが管理している。観光名所の一つを呼び、野外劇場として公開されており、大聖堂地区の一部として、年30万人以上の訪問者がある。この遺跡は、イギリス指定建造物の一級に指定されている。この地にあった、最初の修道院は6世紀に創設され、その後4世紀にわたって少なくとも10回は、 スカンディナビアの侵略を受けた。11世紀のノルマン人の到来においてはやや安定がもたらされた。彼らはノルマンの監督者を任命し、モット・アンド・ベイリーの砦や、その後、石の防壁を築くことで一帯を守ろうとした。セント・デイビッツは、イングランドとエールズの境界を守る責任を担った、地方領主の本拠地となり、戦略的に大変重要な場所となっていた。 そこはまた、ウェールズの守護聖人である聖デイビッドの住んだ記念の地として、非常に重要な信仰の場所とされた。1081年、征服王ウィリアムが巡礼者として訪れたと言われている。南方向の張り出し玄関のある一角西方向、南西側の大礼拝堂主教の宮殿は、13世紀末から14世紀に施行された一連の主教建築者による仕事と言われる。 1284年にイングランド王エドワード一世が巡礼で一戦とデイビズを訪れているが1280から1293年にかけて主教を務めたトマス・ベックがかつてその宮廷の一員であったことから訪問を前にして改築が行われた可能性が指摘されている。ベックは南西側の礼拝堂、広間、指定、門の建設に携わった。南区画、 上層階の大広間の移行大広間の外壁の車輪窓橋を見られる場所の大半に関与したのは主教ヘンリー・ガウアーであった。大聖堂本体の大規模工事を実施したガウアーは、宮殿では東の妻側に車輪窓のある大広間、独特なアーケードを持つ教壁、張り出し玄関を構築した。ガウアーの宮殿の主な移行には大きく2カ所の領域がある。 住居のある東の領域が最初に構築され、ついでより壮麗な南の領域が著名な巡礼者をもてなすために建てられた。宗教改革の始まりは、司教宮殿の衰退の予兆でもあった。1536年、プロテスタントの司教ウィリアム・バーローは、彼の5人の娘の持参金を支払うために、屋根から鉛を剥ぎ取ったと言われる。彼はここから、多大な金銭を支払い、 16世紀の環状書は、それを取り替える費用を補うため司教職の収入の12年以上を必要としたことを伝えており、建物は破損状態に陥った。司教は先頭、デイビズにほとんど滞在せず、16世紀中頃には、司教の住居はカーマーゼンシャーのアベルグ入りに移転した。1616 16年、司教リチャード・ミルボーンは、 建物の一部を解体する許可を申請した。1678年に別の解体の許可が求められた時には、宮殿は修繕の余地がないと考えられた。スワンジー大学の歴史学名誉教授ラルフエグリフィスは、聖デビット大聖堂と主教宮殿をブリテン諸島のキリスト教の歴史のうち最も重要な場所の一つで、最も古い場所の一つであり、 そこでは、ウェールズのキリスト教信仰とナショナリズムが絡み合っていると述べている。囲い壁の遺構の多くが特に南側に残る。大聖堂の校内建築物のうち、門道であるポルスアトゥルはおよそ1300年代に遡るもので原型を保っている。宮殿の内部は構造物の大部分が雨風にさらされ残存している。主教宮殿の状態は、 1990年代より深刻な懸念をもたらし始めた。建築資材には地元の石や先カンブリア時代の火山岩が混じったものがあった。雨風に対しての露出が高度に装飾された石材区、窓、彫刻の重要な要素に影響を与え、侵食を招いていた。いくつかの場所では壁が非常に薄くなり、構造上崩壊の危険性があった。 角の指導のもと2003年に修復計画が開始され2009年10月に完了した。その作業にはいくつかの壁の再建や損傷した彫刻の修復が含まれていた。保存でも同様に建物の1階を巡回できるように床面を取り替え、近接性を向上させる機会が与えられた。この事業はその後、ハムヨーロッパ文化遺産連盟の章である。 ヨーロッパのストラの賞に選ばれた。主教宮殿は、イギリスの画家ターナーの創作に取り込まれ、現在、帝都のターナーの遺像の一部である1795年のサウスウェールズスケッチブックに見られる。二作の画があり、そのうちの一作には遺跡内が描かれている。二作目は、国煙と水彩で大広間への入り口を描いている。ありがとうございます。